Well, let's continue Yakuza 5. If you're watching this later on YouTube, thanks for clicking. Hope you've been enjoying so far. There's gonna be a lot of main story, I would imagine, right now. As yesterday, just a lot of side quests, so. What is this? Okay. I couldn't go in the building, so even if it did pique my interest that much. No avoiding that one. Oh, it's survived. But at least they're running away from me now, so. I'm going to fight all of them. Did he come back? Oh, these suits seem to have more health. Oh, it's you. It's like, what? There we go. Come, beast, who's coming? I should send some money to the kids. Yep. Going to the kids. I wonder if we're gonna hit a milestone with that. So this is where Yahata's camping out. Where the hell are you? Doesn't matter. I heard I could find Yahata here. What? The captains are, I mean, I never heard of that name before. Sounds like I've got the right place. Guess I'll just show myself in. Hey! You can't go in there. Shit. We got trouble. Yeah. Guy in the trench coat. So far, there hasn't been any enemy that has given me that much grief. Like, man, the previous game. There were times. Ugh.
bring the chair with me. Get him! Do it with the sledgehammer. Oh, nice. Oh no, it goes through block. Has to kick the door. Just checking. Finish with the cart. Oh no, they got the cart. Finish up. Thank you.
think that's where I came from. Hang on. Uh-oh. Oh no, never mind. I was like, he's gonna light shit on fire. How do you use it? Oh, there we go. Attaboy. Really? This one's just politely standing waiting his turn. Okay, so I have a bludgeoning weapon now. It's not losing durability, so hey. A large enough swing that stops them. Listen, asshole, if you're gonna meet the boss, you're gonna have to go through me first. So dumb. How do I put it down? I'm pressing all the buttons, but I can't put it down.
やめとき。あ、しゃ。やけど、頭、こいつは。やめとけ、言うとろうが、ボケが。なんか用があるとや。これは？マダラメから預かった。山笠組の解散宣言が書かれた書状だ。Oh, you're right. The thing that dissolves them. なるほど。親父が考えそうなことや。マダラメはお前らが東条会との戦争に走ると思っている。だからお前らを守るためにこれを書き、俺に預けた。は、そうね。どうした？破り捨てないのか？俺らはマダラメの親父ば担ぐためにこの世界に入っただけやけん。山笠組がどげんなろうが、そげんことはどうでもよか。親父の敵ば撃つ。今の俺らにはそれしかなか。敵なら今目の前にいるが。俺もそげんアホやなか。親父に手ばかけたとは。あの青山っちゅう登場会のガキやろ。本部ば破壊された時気づいたばい。Oh, well, at least he knows. あんたはあげな姑息な手口使うような人間やなか。じゃあお前らは山笠組がなくなるとしても青山に復讐するというわけだな。そうたい。島がどげんの、利権がどげんのとかは関係なか。俺らは極道の義理ば通すだけばい。そうか。あんた、何場所っとや？山笠組は解散させない。お前らにはしっかりと仕事をしてもらう。仕事やって？長瀬に来て分かった。この町はカムロ町によく似ている。良くも悪くも山笠組を中心に均衡が保たれている町だ。もし今山笠組が潰れ、他の組が島争いでもしようもんなら、それこそ商売上がったりだ。商売ってお前。こう見えても俺はタクシー運転手だからな。だから山笠組は解散されたら困る。ちゃんとこの町が正常に戻るよう仕事をしてもらう必要があるってことだ。はあ？ナンバーわけんわからん言葉言おうとや。これ以上俺らに絡んでくるとやったらマジ殺しちゃうぞ。いい気迫だな。だがそれだけじゃ足りない。今のお前らの戦力じゃ東条会と戦っても皆殺しになるだけだ。なんてや。それでも青山を殺すというのなら止めない。だがその前に俺を倒せるか試してもらおう。はあ？どういうことや。一発だ。一発で倒してやる。俺は一度負けても二度目は必ず勝つ男ばい。喧嘩は一度負けてもよか、二度目に相手をボテクリこけしゃよか話やけんな。ガキの理屈はいい。いいからかかってこい。Oh boy. Alright, I'm ready. Ooh.I was supposed to set up. Oh crap. It's alright.
Stop! Oh. Okay, it was just a QTE battle. Never mind. あの爆発事故の直後だ。体が言うことを聞かないのは当たり前だ。分かっとう、ソゲンコツ。待って、こんままやったら登場界の連中に福岡が乗っ取られる。俺らがあの青山はやらない。いかんとや、絶対に。さっきも言っただろう、山笠組は解散させない。待って、それじゃ俺が潰す。福岡にいる登場界の人間全員をな。なんてか。What's he up to? 会長代行、山笠組若頭の八幡から電話が入っています。八幡だと？生きてたのか、あの男。どうしましょう、切りましょうか。手打ちの相談か。風、青山だ。ああ、登場会としては手打ちする気は毛頭ない。オタクとは徹底的に戦争させてもらう。それでいいだと？どういうことだ？やけん戦争ばしちゃって言うとって。かなり近っぽ親父の子に返しちゃ。おお、そうばい、こうなったら一気に勝負つけようやないか。明日の夜、博多のふ頭27番倉庫の前でどげんや。よかや。やったら首洗って待っとけ。しっかり弾は取っちゃるけ。これでよかったとや、桐生さん。大工、向こうは何と？ I wonder if he picks up on that fact. 宣戦布告してきやがった。ご丁寧に場所まで指定してな。明日の夜、不当でやり合いたいそうだ。そんな、ガキの喧嘩じゃあるまいし。大工、そんな挑発乗る必要はありません。罠の可能性もありますし。ここで逃げたら敵の思うつぼだろうが。登場会が山笠組から逃げたって噂が広まったらそれこそ面倒だ。たとえ山笠組から島を奪っても片木の連中を手なずけるまで時間がかかる。すいません。福岡に残ってる組の連中に号令をかけろ。それと兄弟にも役に立ってもらうか。本人、これでよかったとですか、桐生さん。ああ、上出来だ。待って、なして明日の夜なんですか。敵もアホやなか。下手に時間ば使うて、明日までに戦力ば整えられたら勝ち目もなかでしょう。分かっている。だが俺にもいろいろ片付けなきゃならないことがあるんでな。青山に電話する前に話ばしてくれた複雑な事情ってやつですか。ああ、素性を隠して生きてきた俺に力を貸してくれた連中にこれ以上迷惑をかけることはできないからな。筋を通しておく必要がある。いやけど、まさかあんたがあの登場会の四代目堂島の竜やったとは。
出して親父も俺らに教えてくれんかったとやろか。マダラメ組長は守ってくれたんだ、俺も、そして大吾のことも。うちの親父は人助けばっかしよったけ、そげん意味じゃ極道に向いとらん人間かもしれません。おかげで下についと俺らは貧乏くじばっかだい。まあな、俺はマダラメっていうのは他人を巻き込んで巻き込まれて常にそうやって生きていくしかない人間なのかもな。そうだい。したらとりあえず俺らも明日の夜に備えて生き残った連中ばかき集めます。桐生さんはどげんしますか？約束の時間になったら埠頭へ行く。現地でお茶を。Chapter end? Nope. It's only right Nakajima-san knows the truth with this, with the impact this will have on him. Okay. And no side quests. Or not. Come one, come all, witness the most revolutionary technological marvel of all our time. Step right up and try your hand at IF-8. Hmm? What's that all about? Try the latest and greatest sensation in all of arcade gaming. We'll be at the parking lot in Southwest Nagasugai for a limited time only. Sounds like a kind of event. Maybe I'll go check it out later. I mean, is this going to be... It's either going to be weird or it's going to be Catatrain. Stop by and see me. Ah, man. そこのおっさん、お手合わせ願おうか。暇じゃないんだから。Guess we gotta do this. Wait a minute. Care to play? It'll only cost you 100,000 yen. Who in their right mind would pay that much for something they know nothing about? No, wait. Darn, lost another one. We'll never be able to run our tests like this, Doctor. Epoch-making inventions are seldom understood by lesser minds, ha! Huh? Ah, you there! Are you talking to me? Would you like to play a... Wait a second. I know you. You're, who are you again? I'm afraid I've become rather forgetful in my old age. Sorry, but I don't know you. Hmm. Is that so? Well, my mistake. It's just that you bear a striking resemblance to a man who aided me in the past. Fascinating. Well, I have to go. No, please. Wait. What do you want now? We're looking for someone to playtest our newly developed game system. Please, won't you consider giving it a try? Sorry, but I'm busy. Aw, please, don't be like that. This is Dr. Minamida, and I'm his assistant. This is the culmination of years of work. The newest version of my Inner Fighter arcade machine. Inner Fighter? It's my brand new game machine, my boy. It uses special electromagnetic waves to let you experience realistic fights within your very mind. I present to you the latest Inner Fighter. I call it Inner Fighter 8 Road Battle, or IF-8 for short. Is it invisible or something? No, look. It's right here. IF-8 uses this microtransceiver to communicate in real time with the main unit back at my lab. And that means you can play the game from anywhere in the world. Right. Should I be impressed? Yes. Don't you know what that means?
IF-8 is my epoch-making advance in arcade machine technology. However, it's not quite finished yet. We're currently testing the microtransceiver's remote communication functionality. And that's why we're looking for someone to play. It's the only way we'll get the test data we need, but we haven't had much luck. We'd love for you to give it a try. What do you say? Like I said, I'm busy right now. Then how about you do it when you have some time, please? We need your help. Anytime is fine. We'll be here whenever you're prepared. These were the training fight things. Good to see you again. Would you like to play IF-8? Yeah, do it. Alright, I'll explain how to play. IF-8 allows you to play what I like to call road battles, in which you stroll through town, fighting enemies until you reach their boss. Beat the boss and you earn an ability boost. I only have data for one town right now, but we're busy collecting data for others. All we need is a little more and you'll be able to play in other towns. You'll have to be patient till then. Finally, there'll be 10,000 yen to play, and that's with a special discount just for you. Alright. Wonderful, select a stage. I'll give it a go. Oh no. Brain scrambled. Oh, what? Oh, dude, this is turning it into like a classic beat 'em up. Minigames in Yakuza. I never cease to impress. Jank. Just a little bit jank. Oh. Whoa. To dodge floor attacks. Oh, that's annoying. Better be worth it. Oh, great. Wait, how do I crouch? How do I crouch? That's crouch. Alright, got it. It's like middle thumbstick. I'm having a hard time adapting to this. I thought I was gonna do like a Back to the Future thing, because that looked like a Doc Emmett Brown look. But they were in the previous game. They had like a chair that you sat in and then would relive past battles. But this is more interesting. Hmm.
come on. There we go. Okay. I've seen you won. Congratulations. You seem to have enhanced an ability. This should give us some excellent data. Well, I mean, it is worth it, I guess. Alright. It's just quicker. I do find it interesting that, like, that we work for taxis and we give other people at work rides, and yet we don't have anyone willing to do that for us here. Nakajima-san gave me another lease on life. I can't let anything happen to him. Time to settle things here. これ以上迷惑はかけられません。どげんしたと？社長はご存知ですよね。俺が偽名を使っていること。うん。Oh, wow. 俺はかつて、東条会という組織に所属していた極道でした。その後足を洗い、沖縄に渡って、Oh, but then the driving missions and all that other stuff. それから分け合って福岡に流れ着いて、ここのお世話になることになりました。しかし今、この福岡の地で、東条会と山笠組の間で戦争が行われようとしています。なんてや。俺はその戦争を何としても止める必要があるんです。鈴木さん、どんな結果になろうとも、俺がこの会社の人間であることが割れてしまえば、ご迷惑をかけることになるでしょう。ですから、その前に会社を辞めようと。そげんことやったか。勝手を言って申し訳ございません。許さんね。俺はそげんこと許可できん。ですが社長、だってくさ、鈴木さんは自分の行動で会社に迷惑がかかると思うとけん退職するつもりなんやろ。そうです。やけん、それが思い違いたい。Oh, man. This guy's... 会社ば辞める必要なんてなか。Nice boss. 鈴木さんはうちの社員ばい。俺はうちの社員には正々堂々自分がやるべきやと思うた言葉やってもらいたか。社長、あんたがただもんやないっちゅうことはずっと前から感づいとったよ。やけんね、俺はこげん日が来るんじゃなかかとずっと思うとったばい。俺だって経営者の端くればい。納得いかん理由で社員ば簡単に切るとか絶対にやらんけん。細かかことは聞かん。何があっても戻ってき、うちの社員として絶対に。よかね、中島さん。さあ、そうと決まったら大事な仕事に取り掛かる前にやり残した言葉済ませとかんと。はい。それから、その戦争を止めに行くときは会社の車ば使うてよかけん。俺に声ばかけて。ありがとうございます、社長。よかよか。Okay, so the driving missions will still be there. The people of this town have been good to me. I gotta stop this war for their sake too. I'll just take care of any unfinished business and go see the chief. I guess the curious chapter's gonna wrap up.
We'll go to the hostess club and just... Because she said, hey, come and see me. That's like business. Let's see what happens. It's weird that I can't just walk in there and I have to go to this place here. Here we go. Very well. You really know your clubs. I'm pleased to hear you had a good time. What can I do for you? Oh. I guess I can go there now. So it's like a formality. I don't think I've been here. いらっしゃいませ。 Oh man. Hell yeah. Give me the chicken. It's good. Some heals as well. It's where is it? The club is further down the road. Okay. It's okay. CN, there it is. いらっしゃいませ。 See, you're wearing the usual. なんたのむ? Gotcha drink again.
乾杯。乾杯。お疲れ様。何が出るかいな。I can't believe they haul this thing out. It's pretty funny. Monogram bag. There's a wicked rare. Oh, really? Yeah. さっきの相談はなかなか乗りがいがある相談やったね。Oh, you mean with the Counselor Riku thing? そうそう。今や予約が何件も入っとうくらいやけん。次から次にさばいていかんないかんくらい山積みやけんね。It's rough being popular. Soon enough, all your private time is going to be taken up with these consultations of yours. よかとよかと。私が好きでしよっちゃけん。どっちか言うたらね。相談に乗っとう時の方が楽しゅうてくさ。よか暇つぶしになるっちゃね。That seems a bit inconsiderate. You're actually able to help people solve their problems that way? 適当でよかと。だってみんなにとっては悩みば誰かに話すとが一番重要なんやけん。解決できるかどうかは二の次たい。失敗ば怖がって相談に乗らんより相談に乗ってやった方が絶対よかとって。I get you. なるほど。It's definitely a relief just to be able to talk to someone. そうそう。私の役目は悩みば解決してやることやなくて、悩める人ば楽にしてやることやけん。Right. そういえば。That's the same as being a hostess. You talk, customers help and feel better. ああ、なるほど。確かにそうかも。私って他人と話す仕事が向いとうかもね。なるほど。It must be your calling. そういう桐生さんも話し上手やないね。Do something. No. Have the bag. どうしたと？Wow, is this really for me? Yeah. Forgetting something this expensive made me feel kind of guilty. Oh, shit. Really? What's the matter? Feeling kind of gutted as well. Calling it a day. それじゃ。さすがにそこまでじゃなか。やっぱキリュウさん面白か。うん。I am. このままってわけにもいかんやろうし、どげんしようかな。いや。キリュウさんが良くても私が無理。Oh, come on. I don't even know what that meant. What's the issue?There's a new guy on staff who doesn't bother to close the door when he's messing around the can and it's got me in a tizzy. Yeah, that's kind of gross. やろ？腹立って仕方なか。あげなびったりもんすか。な。Your accent really comes out when you're angry. しょうがなかろうもん。ああ、思い出しただけでもグラグラしてきた。What does gutted mean exactly? Nah. Mind if I ask you something about yourself? 私のこと? Do you have any quirks? どうだ? 癖か。あ、これだ。なんだ?What is it? ね、考え事しとうとき、斜め上は見ようとよ。Up and to the side. Now that you mention that, I picked up on that habit because it's so cute. キリュウさんたら、口がうまかね。それじゃ。Anything else? 他？そうやね。You really do look up and to the side.
今月はクリスマスもあるやない。毎日張り切って見てくれてるよ。That's right. This game is takes place like near Christmas time, so it's kind of a good choice. Did not realize. Something you want to say up and get? ね、私自分の店が欲しかと。Sounds nice. Oh. Let me know when you're up and running. 本当？じゃあ、キリュウさんは招待するけん。私ね、洋食屋さんやりたかと。Western style eatery? Like a restaurant? そう、しかもね。Are you going to serve pizza? そこでお店ば開くと。I'd probably check out my place and run things out of there.Sounds fancy. I bet it'll be the talk of the neighborhood. やろ？のんびりと夫婦で経営できたら最高やね。It'd be extra great if I could just get a cozy sort of thing. おいおい。Do you have a partner? じゃそれは言わんのって。Don't go ask for someone like that. Partner's gonna come later. Saving money is all good, but you can't ignore other important aspects like that. Yeah. Business partner. そろそろお時間となりますが。I'm good. かしこまりました。キリュウさん。今日は本当に楽しかったばい。Yeah, me too. Could go down. That went up a little bit. Just was like, what am I gonna do with a monogram bag? I'll just give her the bag. And that backfired. I think it's because you can sell those bags and it's worth quite a bit, but it's alright. I have no idea what the phone was. Oh my god. Yeah, drink it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 ! I haven't seen any other strange things in public that will inspire. Hey Gramps, hand over your money. I'm with the Devil Killers, so don't go getting any big ideas about fighting back. You listening? Fork over the money, you old fuck. Great.Yep. Nice.
nice idea to be up against the wall like this. Seriously, fuck this. My bad. Okay. I don't. You're making a lot of typos. Man, that was amazing. I've never seen that many fancy black cars in a row. I wonder where they were going. Maybe they were shooting a commercial or something. Uh-oh. Suzuki-san, have you been drinking? You can't drive in that state. Go sober up first. Not what I was here for. やり残したことがあったら今のうちに済ませとき。それとも、はい。鈴木さん、気をつけて。無事に帰ってくるとよ。はい。ありがとうございます。That's a lot of people. Oh! Aoyama no ksottare wa doko ya? Ojikezuite nigeta to ya? Omae ta shigotoki renchu, daikou ga te o dasu made mo nai.なんや、お前も喧嘩するんとちゃうんか、兄弟。まさか、喧嘩は兵隊の仕事です。私が直接手を下す必要もない。もったいな。喧嘩ほど楽しい瞬間ないっちゅうのに。私はあなたや桐生さんとは違います。手を出すことに喜びなど覚えない。せやったらなんでわしのこと連れてきたんや。喧嘩の助立ちせえっちゅうんやないんかい。ま、もしもの時のためですよ。あの人が来た時のためのね。あの人？さ、そろそろ始まります。楽しいショータイムがね。さあ、時間だ。始めようか。あなたは？この喧嘩、俺が引き受ける。四代目。それは昔の話だ。今は流すタクシーという会社で働くただの運転手だ。まさか四代目、登場会に協力するためにわざわざ。なんと俺を言っていいのか。ああ、協力しに来たぜ。ただし、ろくに極道の筋も知らないお前らガキが間違った道に進まないようにするためにな。なんですって。やっぱり来ましたか。Oh boy. 青山。どうせ斑目組長あたりに泣きつかれたんでしょ。山笠組を助けてくれって。斑目はまだ生きている。
お前は山笠組を潰し損ねたんだ。まったくあなたって人はどこまでお人よしなんだか。マダラメは殺し損ねたんじゃない。初めから適当に痛めつけられればそれでよかったんですよ。なんだと。あの爆発を見ておかしいと思わなかったんですか。もし本気で殺すつもりならあんな中途半端な手は使わない。もっと確実な方法で殺します。どういうことだ。私としては山笠組と喧嘩する口実さえできればよかったんです。それに今マダラメに死んでもらっては都合が悪い。堂島会長の行方が分かるまではね。なんだと。マダラメは堂島会長とつながっている。堂島会長をおびき出すには格好の素材ですから。お前マダラメを使って大吾を誘い出す気か。我々としては一刻も早く堂島会長の身柄を押さえておきたいんでね。さあ、それじゃあそろそろ始めましょうか。準備はいいですか。その前に一つ聞いておきたい。何でしょう。この喧嘩、俺が一人でお前ら全てを始末したら、Jeez. 組同士の戦争にはならねえよな。あ、おっしゃってる言葉の意味が分かりませんが。言葉通りの意味だ。俺が一人でお前ら全員倒したら、それは仇とヤクザのただの喧嘩、組同士の争いにはならない。そうだよな。バカな、何を言ってるんだ。桐生さん、八幡、お前は引っ込んでろ。こいつら全員俺がぶん殴る。待って、言っただろう、山笠組は解散させないって。何をバカな、本当に頭おかしいんじゃないのか。何がおかしい。この人数相手に一人って、しかも戦争にはならないだと。そんなわけないだろ。桐生さんね、時代が違うんです。誰と誰が喧嘩したら戦争になるとかいう時代じゃないでしょう。これだから古い人間は困る。Hello? 人をバカにすんのも大概にせえ、ガキが。渡せ。その条件わしが飲む。キルハンが登場会のガキ全員倒したら、山笠組との戦争にはさせん。渡せ、何を勝手に。七代目近江連合若頭、渡瀬組が預かる言うとね。なんか文句あるんか、青山の兄弟。よし、それじゃ始め。この喧嘩、立ち会い人はこのわしや。Oh, this guy is crazy. He just wants a stronger rival. 何をしてるお前ら。四代目だからといって手加減はいらない。行け。ああ、そうだ。手加減はいらねえ。死にてえやつだけ。かかってこい。They don't have much health. Power up!
dude with a rifle. Shotgun. Where's the dude with the gun? I hear the gun. There you are. Get him! You're trying to get away. I'm pressing X to dodge, but it won't dodge. There's too many of them. Hearing this pole going off. Come on, bring it. Oh my god, it's still not over. Okay.
am. Hey. ここまでだ。兄弟、何をしてるんだ、お前。こないな場面で茶が弾かれたら、立ち会い人としての顔が立たん。わしの顔に泥塗るつもりはないやろな。くそ、話が違うじゃないか。キリュウを倒したいって言っていたのはお前の方だぞ、兄弟。わしはお前の兵隊だ。自分の喧嘩は自分で仕掛けるわ、ボケが。貴様、I'm glad this guy's getting comeuppance. I heard a different story. それは誰に聞いたかって聞いてんだ。登場会の子さんの。俺はな、そんなに優しい人間じゃねえ。Oh shit. どんなに素性を隠して生きていてもな、中身は自分でもヘドが出るくらいのヤクザもんだ俺は。計算だけで乗り切れるほど極道は甘くねえんだよ。よく覚えておけ。次はねえぞ。なんで俺なんだよ。どうして俺がこんな目に遭わなきゃなんねえんだよ。こうなるって分かってたら最初からやらなかったのに。いい加減にせえ。登場会の頭張るんやったらそない弱気なこと口にすな。これ以上わしをがっかりさせんな。 Man, this guy's crazy. なんとか言えよ、お兄弟。 He just wants a strong rival to fight. 気流さんを引っ張り出せばそれでいいって。なんやと。言われたって誰に、誰に言われたんや。それはあんたの。Oh shit。兄弟。おい、兄弟。喋りすぎですよ、大公。お前は。Oh fuck。森永。こんな再会は嫌だったんですが、四代目。お前。He was pretend. 動かないでください。He was pretending. 次は頭を打ち抜きますよ。どういうことなんだ。お前、最初から大吾を裏切っていたのか。裏切りですか。けなげに働く射程を見捨てて一人逃げ出した会長も俺には十分裏切り者に見えますがね。
青山に撃たれた傷は、あれは芝居だったっていうのか。私の仕事はあなたをあの場所に連れて行くことだった。マダラメ組長同様、万一のための装備はできていました。鼻から青山とつながっていたというわけか。でもなぜ青山を殺す必要がある。口の軽い極道たちが悪い。キリュウさんにちょっと脅されただけで余計なことをベラベラと喋ろうとするからですよ。余計なこと。待て、森永。何ですか。目的を聞かれても答える気はありませんよ。お前の目的なんてどうでもいい。だが一つだけ教えてくれ。相沢はどうした。相沢は人の裏をかけるような男じゃない。お前が大吾を裏切ったということを知れば、奴はどんなことをしても、そのことを俺に知らせたはずだ。答える森永。相沢は今、どこにいる。本当にあいつは可愛い奴でした。だが、知りすぎた。裏の裏までを。まさか。お前、犬吠山の山中に埋葬してきました。私、自らの手でちゃんとね。森永、貴様、来るなって言っただろうが。うう、来るな、来るな。あかん、今言ったらあかん。今はまだあなたに殺されるわけにはいかないんです。そしてあなたにも死んでもらっては困ります。四代目森永。全ての答えは東京にあります。待ってますよ、桐生さん。Oh, I guess this is how we go back to Kamurocho. Two days later. Dairan島から2日、もうお勤めとは。見上げた真面目さだな。またあんたか。テムガン。ずいぶん派手にやらかしたみてえじゃねえか。さあ、何のことだかな。俺にまで白切る必要はねえだろう。もう足の傷はいいのか。ほらよ。そういや今朝、渡瀬が関西に戻ったみたいだ。やろう、ご丁寧に警察の遺体安置所までやってきて、青山の遺体に線香をあげてったそうだ。自分は青山に利用されたっつうのに、おめでたいやつだぜ。でもまあ、ああいう古いタイプの極道がまだ近江にもいたんだな。ある意味嬉しくなるな。うん。いやいや、自分で言っててなんだが、おかしな話だな。俺にとって奴は一番厄介な存在のはずなのに。ほんと
おかしなもんだ。ヤスとそんなに仲がいいのか。バカ言え。長いこと府警のデカやってるとよ、敵とはいえ感情の一つや二つくらい湧いてくるもんさ。あんただって現役の頃、腐れ縁のデカの一人や二人いただろ。俺とやつはそんな感じさ。ああ、そういえば渡瀬のやつ、お前によろしく伝えてくれとデカたちに言ってったとよ。俺に？ああ、近江のケツは自分が吹く。その後東京で白黒つけようってな。行くのか、お前。今朝、犬吠山で男の遺体が見つかった。Oh man, the body. 顔が潰されてたこともあって、身元はまだ不明だが、男の胸には東城会の大門がついていたそうだ。お前、本当にこのままでいいのか？この肝心の時、頼りの堂島大吾は行方不明のまま、今の東城会を支えられるのはお前しかいないんじゃないのか。行きたい場所があるんだったら乗せてってやる。だがそれ以外、あんたの指図は受けない。俺の行く道は俺が決める。分かった、好きにしろ。だがその前にラジオのニュースくらい聞くんだな。あんたとは短い間かもしれないが、濃い付き合いになりそうだ。Jeez. Yeah. This cop is unsettling. But I guess that's his character. Probably does it to shake people. 繰り返します。昨日未明、札幌市内で発生した発砲殺人事件に関して、北海道警察は今朝、被害者を関東一円を拠点とする広域指定暴力団東城会の幹部組員真島五郎氏であると断定。What? 緊急の会見を開き発表しました。関東最大の暴力団組織東城会の現役幹部組員であった真島五郎氏の死亡という事態を重く見た同警察は警視庁と連携し、事態、no, の全容解明に努める方針を明らかにしました。以上、ニュースでした。さあ、続いては林田さんのお天気コーナーです。林田さん。Oh, shit. Oh, man. Yeah, he would definitely take that news hard.Oh. He put the suit on. Are we gonna see who the photo is? Oh, man.すまない、はるか。Well, I guess he's back in.
same screen, I swear. Oh, Sajima. Okay, well. Guess we're catching up with him. Oh, okay, so I guess this is set a little bit in the past, if he's still alive. Nande koko ya ne? Yakiniku nara motto ee mise aru yan ka. Azabu toka Roppongi toka, sore koso kono kinpen ni mo. Se ya no ni nande yori niyotte kono mise nan ya? 喋ってんとお前も食い。シャバ最後の飯がカムロ町の、それも行きつけの店やなんてほんま惨めになってきたわ。なんで惨めになるんや。ほら、早く食わんと焦げてまうで。お姉ちゃん、ホルモン追加や。はい。はあ。I mean, there could be a fake out as well. 特に脂っこい肉は胃が受け付けん。カルビ一枚で白飯一合食っとった時代が懐かしいわ。もうあん頃には戻れんのかの。毎日がギラギラしとったあん頃には。はい、ホルモンです。何アホ抜かしとるんや。ほら、食え。なんやこれ、丸焦げやないかい。そのホルモンと同じや。俺もお前も。あ？肉は焼きすぎたら肩なってもて食えたもんやない。そやけどホルモンは違う。焼かれてこそ価値があるんや。あ？焼かれて焼かれて真っ黒なるまで焦げて油落として味磨くんや。おう、うまい。ほんならこれはどうや。え、なんやこれ。生焼けかいな。食えたもんやない。そうや、生焼けのホルモンくらい食えへんもんはない。あ？もっと焼かれなあかんのや。俺らはいくら着飾ってもいくらええ生活しても所詮ヤクザ。育ちのええ肉とはちゃう。俺らはホルモンみたいなクズっちゅうことか。そうや。せやから俺らはもっと焼かれなあかんね。焼かれてへんホルモンはただのゴミやからな。ゴミは焼かれて焦げて真っ黒なって、そんで初めて意味がある。極道はそんな当たり前のことも忘れてしもた。だからお前はもう一回勤めに出ると？約束したんや、キリュウと。東条会をもう一度強するて。そのためやったらあと1年や2年自分役くらいの覚悟はある。兄弟、俺が戻ってくるまでの間お前しっかり店守っとけ。あの若い料理長そばで支えたり。大吾ちゃんのことが。あいつはええ腕持っとる。せやけど今あいつの周りは生焼けの連中ばっかりや。確かにな、今の登場会は組員の数やったら過去最大の規模になっとるが、
その大半は戦争知らへん。肩着崩れの中途半端な連中ばっかりや。今もし近江との戦争でもなってみ、逃げ出すんが正規の山やろな。ヤクザ気取って商売すんのもええ。せやけど金だけで生き残れるほど極道の世界は甘ない。最後は力や。せやからそれまで俺らが支えるんや。それが俺らが今もここにおる理由やからな。せやな。よっしゃ、ほな俺も腹いっぱい食うとくか。あ？はよ食べんと燃えかすになってまうやろが。いくらゴミ言うてもかすになってもうたら意味ないねんで。な、くそ、人がせっかくやる気になったっちゅうのに。おい姉ちゃん、特上ホルモン追加3人前。あ、いや10人前や。はよ持ってけ。Ah, that was some good shit. Couldn't shove another down bite, another. Shove down another bite. Oh, wait, he's repeating. Fine. これからどないすん。夜にはお迎えが来よる。それまで街ブラブラするわ。そうか。まあ、ゆっくりしたらええ。お勤め前最後の一日やからな。やり残すことないよ。しっかり遊んどくんやで。うん。おつや、ほな俺はあそこで待っとるわ。顔出してくれや。見送りさせてもらうで。あそこ？ほら、俺とお前の思い出の場所やないか。バッティングセンターのことか。最後に一回くらい遊びに付き合ってくれてもええやのかな。ああ、分かった。Time to leave this town. Goodbye. Might want to drop by New Serena first. Tell him I'm going. All right. Hey, you. Can I help you? You got caught and shoved in your ears. I asked you a question.I'm sick of you and your whole tough guy shtick. You're gonna explain that, or can I go? I got places to be. Not so fast. You're the reason my career's gone down to shit up. And how's that exactly? Huh? Don't play dumb. If your criminal ass didn't come waltzing back into the Tojo clan, I'd be lieutenant by now. Huh? So you're Tojo too?Ever since you filled that empty exec seat, we've been getting screwed. Over and over again. First our casino got busted, then the cops raided the family office. Bye-bye main revenue stream. Most of our boys ended up scurrying off not long after. Rats who can see that the ship is sinking fast. So what's left of us now? We got no money, we got no men. Hell, we're barely even a family. Tough break. Tough break.That's all you have to say? Let me ask you something. When things started going south, what did you do? Huh? Your casino got busted. You got raided by the cops. Your family fell on its ass quicker than you can count to 10. I want to know, how do you respond? What was I supposed to do?I can't turn that shit around all by myself. There. Now do you see why you ain't a leader? What? Sure, maybe my coming back tossed a few pebbles in your path.
But if a pebble or two are gonna make you fall flat on your face, how are you ever gonna climb the mountains life's got in store? So yeah, you might slip a bit here and there, but what really matters is how you respond after. You little. If the family means that much to you, you gotta be willing to give your life on keeping it afloat. Else you just ain't cut for the Yakuza, pal. Ugh. I don't need a fucking lecture from you. You know what? I'm sick of your shit. Get ready to die. Easy there. I'm skipping town for good after tonight. Let me enjoy my last evening in peace. No way, man. Not after the sermon you just made me sit through. Alright. Yeah, his moves are cool. Too freaking strong. You want my advice? Find a new line of work. You'll be happier for it. Like there's something else that'll take a guy like me. If you can't find anything, come see me. Gonna be leaving town for a while tonight, but I'll be back someday. If you're still floundering by then, I'll give you a hand up. Thanks. Well, that's a longer than I was hoping for. Better get to New Serena before it's too late. Alright. Back into the familiar town. I won't get lost. Oh, these save screens. Alright, well, I did a whole chapter. That's where I'm gonna leave it for tonight. I gotta get up early tomorrow, so I'm not gonna stay up too late. Anyway, if you've reached the end here later on YouTube, thanks for sticking around. Hope you've been enjoying the playthrough of this so far, and yeah, we'll continue this soon. In the meantime, if you want to support the channel, easiest way to do so is just click the like button. It helps out a lot, so do appreciate those that do that. Or you can watch me play other things by clicking any of the videos that pop up on your screen. But yeah, we'll see you next time. Bye, YouTube.